ムジェーブはフランスの南東オートイコールサボア県のコミューンである。アルプス近くにあるスキー場として人気があり、知られている。1910年代にロスチャイルド家が冬の休暇の際に訪れたことでムジェーブがスキー場として発展していった。1950年、ムジェーブはヨーロッパにおけるスキー場の内有数の人気度を誇る地となった。 2015年から2016年にかけて、スキー場の乗り物に使用する椅子が、モンジュで、使用の古い椅子に置き換えられた。アルペンスキーのエリアは、このムジェーブ内を含むモンブラン山の領土の一部分として知られる。8平方キロメートルの区域内に116カ所のリフトが、217カ所のスロープ上で445キロメートルを横切りながらつながる。 スロープ上には33箇所の黒、84箇所の赤、63箇所の青と378箇所の緑があり、リフトには35箇所のチェアリフト、13箇所のゴンドラリフトと一つのケーブルカーがある。これらの加えた形で、18箇所の95キロメートルからなるクロスカントリーのコースがドメーヌウェバションモンブランに増加された。 世界ジュニアフィギュアスケート選手権が1976年、1977年、1978年に3回、それぞれ開かれた。夏の時期でもゴルフの行落地として、このムジェーブに訪れる人口は、著しく多い。ドイツのオーベルストドルフは、1970年からムジェーブと姉妹都市を結んだ。ありがとうございます。